こんばんは、仰天ゆりなです。こんばんは。というわけで、今日も二人公演がありますので、15分だけやりたいと思います。ショールーム、二人公演ということでショールームするの忘れてて、慌ててやっております。危ね、家出る前に気づいて、はい、というわけで15分だけやりたいと思います。今日二人公演やばいっすね。ちょっとぶりなんですけどやばいっすね。もう体が覚えてくれてるでしょうっていうことで頑張りたいと思います。そう、しかもね、なんとね、ついにライトがもうつかなくなったっていうね。暗いっしょ顔、今日ライトがねつかなくなりましたね。してなんかずっとタブレット充電してたのに、なんか充電できてなかったのかな、わからないですけど、充電がね今 10% 切ってるんですよね。やばくない？ずっと充電してたのに、なんか充電できてなかったっぽくて、 10% しかない。最悪やろ。100% あるんかなと思ってさ、始めたらさ、電源からプチッと落ちてさ、えっ？ってなるやん。最初なんか見たら 60% ぐらいしかない。やばい、60しかなかったんやと思って、もう充電さすやん、いや充電できへんなとか思ったら、急に電源から落ちて、えっ？みたいな。で電源立ち上げたら 11% しかないってなって、はぁ？みたいな。なんで？充電ずっとしとったのにみたいな。昨日の夜から、いやありえんだろうってなって、もう仕方ないからとりあえずやりながらねやっておりますけど、どういうこっちゃねんって感じ。多分この線もねちょっといかれてるんですよね。やばい、充電器の線買わなきゃ。そう、買わなきゃ。それこそね、秋葉なんて電気屋さんいっぱいあるのに、秋葉の電気屋さんも行けないから残念よ。悲しい。悲しいよ、悲しいね。しかもうち口に何も乗ってへんから、めちゃくちゃ口の色ないねんけど、見て、なんか肌と同化してる、口が口に色なさすぎて肌と同化してるんやけど、ごめん、遊ばせよう。めっちゃ眠たい。やばいよ、明日早起き、早起き無理。もうやばい、やばいよね。明日イッタスの日本番やって、大丈夫かな。大丈夫んけど、大丈夫んね大丈夫んね。やばくない？大丈夫ないよ。私もすごい大丈夫ってない。大丈夫ってない、結構やばい。そしてどれぐらい来るんでしょうかね、ファンの人がね。それがめちゃくちゃ心配よ。あんま来なさそうやし、しかも1日目のライブが長いのよ。2日目のライブが長いんちゃうんかーみたいなね。
そうなんですよ、逆なんですよ。だし寒いしね、あっち。だし、なんだろう、なんだ、なに、もうとりあえずもうやばい、はあ、やばいっすね。しかも今日は二人公演だし、いや二人公演なかったら今日練習しようと思ったんやけどさ、さすがにさ今日二人公演やから無理。そうで帰ってくるとめっちゃ遅いや、23時とかや。そしたらさもうそっからさお風呂入っていろいろやってってやんりょったらさもう全然寝れなさそう。移動時間絶対寝てしまうよな。なんかさもうさ復習する場所がなさすぎてさ、もうワンちゃん移動の時にさ動画見るしかないけど絶対眠すぎてさ移動さ寝てるよな。毎回そうやねんな。なんか復習せなあかんと思ってるけどもね、睡魔が勝つからさこうやってこうなってんねんな動画見ながら。そうマジで毎回そう、眠すぎてマジで睡魔がね勝っちゃうんですよどうしても。そうめちゃくちゃ眠いからね。しかも多分ねさすがにね多分2時間とか3時間とかしか寝れないとするじゃないですか。だとしてさそれでさ夜まで頑張れんよね。絶対寝た方がいいよね。絶対寝た方がいい。だって多分眠すぎて多分本番のライブの時絶対頭動いてないと思うねんな。そう絶対頭動いてないと思う、ね、移動はできるだけマジ寝た方がいいと思うけど多分ね。いやでも復習戦とマジやばいんだよな。やばいなと思うけどね時間なさすぎよね。ああ久しぶりにこんなイベントで焦ってるよ。うち珍しい。なんかなんだかんださ夏のフェスの時にさうち毎日何か覚えてるって言ってたやん。あのもうほんとすごいスパンでさ常に何かのイベント、明日は何かのイベント、明後日は何かのイベントみたいな感じの時もさまあまあ言うてさやばかったけどさまあでも割とできたわけよ。今回さなんか知らんけど全然覚えられんのよね。やばいよね。なんだろう長いけんかな尺が60分とかやけんかな、分からないですけどね。脳にね全然入ってない。やばいよね。久しぶりなんだけどこんな久しぶりにこんな覚えられん。やばそう。なんなら今日の二人公演もやばいよ。なんなら今日の二人公演もやばいよ。大丈夫かな。いるのに。いるのに。長すぎて。夏にな。違う。あれなんだっけ。いるのに。夏になったら。日本海側にだ大雪予報今も頭回ってないからねあんまり。やばいよね。月曜日も公演あるよね。メンバー発表になったっけ。あれメンバー発表だったっけ。わあすいま
ません、あくびばかして眠すぎて。アイハブ氏ですかって、どういうこと。メンバー決定してない気がするんやけど、まだ発表してない気がするんやけど、なんやろね、今日の瀬戸りってなんやっけな、今日の瀬戸りなんやっけな。待って、 MC 確認しとこう。やばいやばいやばい、 MC のこと忘れてた。あ、みんな劇場に来てくれる人はあれ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 書いてよ、あれあれあれ、質問質問質問箱のコーナーあるから、あれ書いてね、よろしくです。もっともっと恋をしようよ、難攻質問箱のコーナーだって。これぜひみんな来てくれる人は書いてくださいね。なそれ引いてゲストの人、うん、それ引いて答えるみたいなやつ、この間うちゲストでやったけど、それこれゲスト誰か知っとんかな、みんな。ゲストってさ、知ってんのみんな。もっともっと恋をしようよ、難攻質問箱のコーナーやな。知らないの？今回のゲストはね、あやねとね、誰？あやねとね、なぎ、なぎなぎ、あやねとなぎです。もう発表すんのやめたんだね。前まで一応さ、公式のやつからさ発表あったじゃん、なんか誰々ですみたいなあったじゃん。でも最近さ、それないんだね発表。まあうちがゲストの時もなかったけどな、なんかなくて、服部がツイッターでな、今日のゲストがなんか仰天とセリカですみたいな書いてて、そう私がツイッターあのお邪魔しますってあの書いたんですけど、最近は自分メンバーが言うんやな。そう今回はあやねとね、ないですね、またまたうちうちですね、完全にね。あのこの北海道メンツですね。この間もその私とセリだったんですよ、今回もあやねとなぎっていう、すごいうちうちですけど。しかもうち前来てくれたの時もなぎとあのレミちゃんだったんですよ。そうだから今回またなぎっていう。2回連ちゃんがなぎであのゲスト来てくれるらしいです。ナギは何個やったことないですね。ない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 ですね。ナギちゃんと仲いいよね。だってあ仲いい、仲良ぴ仲良ぴ。でもナギね、出たいって言ってたよ、なんか覚えようかなナギって言ってたからね。まあファンの皆さんはいつか見れるんじゃない、もしかしたら。うん、覚えようかな、あれね、覚えますって言ったら出させてくれるから、全然南高井公園って、まあそのタイミングがあれば全然出させてくれるからね。そう覚えますって言えばね全然いける。それでさ、だったほら七瀬だってやったじゃん、服部とだっけ、服部とやったんだっけ、あれ違う、あやね、服部とやったのか、そうそうそう、だからね、そうファンの皆さん見れると思います。じゃあちょっと15分経ったんで終了にしましょう。よしよし、13エロバさん、12ヒカリンハケクさん、11マブルさん、
じゃあヤングさん、キヨカヤンさん、ハチリッキさん、ムネサワサさん、ルクアキヒコさん、クシノさん、ヤマクセイタさん、サニタカさん、ハルタラさん、そしてチヨッピーさんです。はい、というわけでですね、今日は2人公演、明日は北海道、来てくれる方はどうぞお待ちしております。イエーイ、頑張ります。なんでまた皆さん19時にお会いしましょう。私はもうそれぼちぼちぼち家を出ます。イエーイ。じゃあまた後でね。バイバーイ。